ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2024年2月の2日金曜日です。今日も3冊シリーズいってます。3冊シリーズの第2弾、弟子藤井聡太の学び方、藤井聡太さんの師匠の杉本昌隆さんの本であります。今日はその中でこれが第4章の師匠は何を教え、弟子はいかに学ぶかの、今日は最後の項目へ行ってみたいと思います。同じ思いを共有する師弟、そういう意味で藤井の本当のライバルになる相手は東海地区には見当たりませんでした。だから私は東京などへ他流試合に連れ出しました。名古屋でも藤井が初段時代に豊島八段と一回対局してもらっています。格の違いを見せつけられ、豊島勝利であっさり終わりました。結果は目に見えていましたが、将来必ずタイトル戦でも当たる相手と対戦させてみたかったのです。2016年10月の将棋日本シリーズ JT プロ公式戦、東海大会の前日、深浦康市九段が名古屋に来て研究会を申し込まれた時は、藤井の兄弟子を呼び、室谷由紀女流二段も交えて、私の将棋教室で藤井との対局をセットしました。藤井がプロになった直後、デビュー戦の前です。結果は深浦九段の勝ちでした。藤井は A 級棋士に胸を借りる立場にいながら、負けてすごく悔しそうな顔をしていました。プロ同士の対局なので、修行時代とは思い入れも違ったのでしょう。深浦さんを送った後で戻ると、藤井は兄弟子と先ほどの深浦藤井戦について、ここでこうやっていればよかったと延々と研究をしていました。翌日、JT プロ公式戦の佐藤天彦、深浦戦を一般客席で藤井と並んでみました。ライブで舞台上の大盤に示される深浦九段の作戦は前日の深浦藤井戦とそっくりです。思わず藤井と顔を見合わせました。とりあえず、ここは歩を突くかな。いえ、こちらの方がいいと思います。お互いに大盤を見つめたまま、静寂の会場の中、小声で会話を交わします。こんなやりとりが私には楽しくてたまりません。よくぞここまで強くなってくれたものだと実感する瞬間です。2017年10月、やはり JT プロ公式戦の対局で名古屋に来た深浦九段から再び研究会を申し込まれた私は、やはり藤井を呼びました。午後から深浦藤井の2人で行った研究会、今度は藤井が勝ちました。深浦九段も藤井の成長を感じたのではないでしょうか。12月末に行われた公式戦の叡王戦本戦では、深浦九段が敗戦の局面から驚異の粘りを見せ、藤井に逆転勝ちしました。次回の2人の対局はいつになるかわかりませんが、次の対局は藤井の進化が問われることでしょう。一つの局面を弟子を交えて研究している時の思いはみんな同じで、強くなりたいというシンプルな思いです。それは年齢も立場も超えたものです。同じ局面を眺め、同じ思いを共有したとき、私は、ああ、弟子がいてよかった、と心から思います。私の弟子でプロ棋士になったのは現在、藤井一人です。一門で研究会をするたびに頭をよぎります。藤井と一生戦い続ける兄弟子、あ、兄弟か。兄弟子ですね。続ける兄弟子、弟弟子を増やしたいと藤井を私の一門の一人っ子にさせてはいけない。藤井を私の一門の一人っ子にさせてはいけないと強く願うのです。これが第4章、師匠は何を教え、弟子はいかに学ぶかというね、そのことを。師弟愛というのはいいですね。やっぱり師弟を持つこと、非常に人生の中で本当に幸せなことだと思います。こ
高齢者が高齢者になるのか、指定を持って、高齢になって指定を持っているというのはいいですね。やはり弟子の成長が嬉しいですよね。本当、そのこの藤井聡太と聡太八冠と今のこの師匠の杉本正隆さんのこの交流を見ていると非常にこちらもなんかじんと胸が熱くなりますよね。今日はそんな胸が熱くなったところで、みやちゃんチャンネルも熱く迫っていきたいと思っております。よろしくお願いします。ごきげんよう。